タンポポチャンネルをご覧の皆さん、いつもありがとうございます。本日のメニューは台湾ビーフンです。簡単で手早く作ってみましたので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。ちなみに今回使用しましたビーフンはブッダというブランドのビーフンを使用しました。麺が強くてふやけにくいので炒め物には向いています。ぜひ皆さんも試してみてください。それでは材料です。ビーフン、和風だし、卵、ごま油、玉ねぎ、ピーマン、乾燥きくらげと乾燥しいたけです。乾燥きくらげは水に戻した状態で 40g です。では作っていきます。まずはビーフンを沸騰したお湯の中に入れていきたいと思います。そしたらタイマーを5分にセットします。そしてビーフンがですね、全体が浸かるように崩しながら伸ばしていきます。そして火はもう止めちゃいます。そしてこの5分間の間に野菜を切っていきます。まずは椎茸ですね。今回はホールの乾燥椎茸を使っています。でこちらを薄くスライスしていきます。石突きは今回は使用しません。では次はキクラゲですね。キクラゲは水に戻した状態で 40g 細かく刻んでいきます。そうしましたら玉ねぎです。今回はですね、新玉ねぎを使用しました。2分の1の量で十分だと思います。こちらもスライスしていきます。次はピーマンですね。今回は1個使っています。中の芯を種を取って薄くスライスしていきます。はい、これでもう下準備 OK ですね。ちょうど5分経ちました。そうしましたらビーフンの硬さをですね、食べて確かめてみます。この時に硬かったらあと2、3分ほどお湯につけといてください。僕はこの硬さがちょうどいいと思ったので早速湯切りします。はい、湯切りしました。そうしましたらこのビーフンを1回バットで休ませます。そしたら具材を炒めていきます。まずはごま油ですね。 20g のごま油をフライパンに敷いていきます。火加減は中火です。そしたら玉ねぎ、ピーマンから炒めていきます。玉ねぎはですね、今回新玉ねぎを使ってますので、そこまで火を通さなくても半生でいいと思います。はい、そうしましたら次キクラゲですね。そして椎茸も入れちゃいます。でここで全体が馴染むまで軽く炒めます。そうしましたら軽く塩コショウで味を調えます。そしたらですね、フライパンの真ん中をちょっと開けて、ここに卵を2つ落としていきます。そして炒り卵を作りながら全体の具材と合わせていきます。はい、こんな感じでいいですね。そうしましたらビーフンを戻していきます。そしてここからはですね、ビーフンが混ざりにくいので竹べらからトングに変えてかき混ぜていきます。このようにですね、具材とつまみ上げるようにしてかき混ぜていくと具材と合わせやすいです。そしたら次は和風だしです。今回使用します和風だしは安丸だしを使用します。こちらはコクがあって、そして調味料も入ってますので、これだけでかなりですね、味のバランスが整います。概要欄から購入できますので、
ぜひ皆さんも試してみてください。では先ほど紹介しました休まれ出汁を入れていきます。今回は2袋入れました。このようにね、ほんとね、サラサラと調味料として使えるんでほんと便利です。先ほどと同じようにつまみ上げながらかき混ぜていくと全体とうまく混ざっていきます。そしたら最後にごま油を1周2周回します。これで台湾ビーフンの完成です。では盛り付けていきます。はい、見てください。美味しそうですよね。とても美味しいですよ。超簡単で、そして手早く台湾ビーフンを作ってみました。今回ですね、多分10分ぐらいで仕上がりました。お忙しい時の一品にぜひ試してみてください。本日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。ではまたお会いできたら嬉しいです。